困難救助隊の初代隊長の黒田武弘です。この頃ですね、だいたい夜はあんまり撮影しなくてですね、次の日の午前中に、撮影してですねアップしてたんですけども、まあもちろんですね、この撮影を終えてから、まあ、映画1本見るつもりなんですけど、今日はですね、酒井純子さんのですね、その人独身というエッセイがあるんですけども、まあそれをですね、精読というか、非常にですね、もうかなり情報量が多いので、まあ、精読という感じですね。まあ全部読み終え、映画だとですね、大体2時間から2時間半とかですね、まあ自動的に見てればこう時間が経って見てしまうんですね。そういう受動的な良さもあるんですけども、まあ読書というのはですね、まあもっと時間がかかったりですね、まあ速読の人もいるでしょうけど、まあだからなかなかですね、こう全部読んでからっていうわけにもいかずにですね、ワンフレーズくらいでもですね、非常にこのインスピレーションではないですけど、思わせる部分があるんで、ちょっと撮っておこうかなと思いましてですね、まあ夜はですね、休みの日の前はですね、まあ私にとってはおそらく至福の時なんでしょうけども、まあ流行りのですね 9% の 500cc のですね、今日トリプルピーチっていう種類のですね、缶酎ハイを夕食と同時にとってですね、終えたばかりですので、まあちょっと半分いい気持ちでやってるんでですね、まあただちょっと変なことは言わないとは思うんですけどね、それですね、そのですね、酒井純子さんのその人独身というエッセイなんですけども、ですね、酒井純子さんはですね、まあ本当か嘘か、合コンやった話なんですけども、合コンやったのは久しぶりだっていうことで、で高校生の時やったっていうことなんですけども、男子校の生徒たちと渋谷の居酒屋で集まってキャーキャー騒ぎ、昨日会った男女はいつの間にか宮下公園や代々木公園に消えたり消えなかったりするという、まあそんな原始的な合コンが流行っていたものでございますって書いてあるんですけども、これはまあ時効っていうのがですね法律にありますんで分かりませんけども、非常にこのよく出版できたなっていうような、非常にこのまあちょっとどのくらいの年齢の方が調べられちゃったんですけど、まあトンネルズが活躍してたような私のティーンエイジャーから20代くらいのようなバカな時代はですね、おにゃんこクラブが歌っていたようなバカな時代はですね、まあ新田ちゃんは良かったですけども、まず高校生が居酒屋に入って、これは酒を飲んでたのか飲んでなかったのか、渋谷のですね、これはですね非常に問題です。酒は飲まなかったけどって書いとけばまだ良かったんですが、あと渋谷の居酒屋が時効だとしても、その店主がですね、罰を受けるべきですね。でも渋谷の居酒屋って言ってもいっぱいありますから分かりません。あとですね、昨日会った男女はいつの間にか宮下公園や代々木公園に消えたり消えなかったりと書いてありますけど、これは原始的な合コンって書いてありますけど、本当にこの原始的なですね、猿です。消えてこの性行為を起こしたかどうか分かってませんけれども、書いてありませんけども、まあそんな人間がですね今の40代50代とかになってたら、もう子供たちはですね、そんな親がバカだって分かったんで草食系とかになっちゃいます。これね、もう男女の母性愛父性愛尊敬の試合がなくなります。もうただですね、物質だ体マテリアルだというですね、ことになってしまって、それで結婚なんや少子化になるということですね。ただこの酒井純子さんとはですね、結婚しない女性はいくら金持ちでもどんなに女でも、男でもですね、負け犬って言葉で、結婚してない人は負け犬だっていう言葉で、非常にこの人はちょっとトリッキーなですね、非常に考え抜いているところがあると思うんで、まあ研究が必要でしょうね。まあそういうとこですね。はい。とにかくですね、困難救助隊というのは結婚したいのにできない人をどうすればいいかっていうのは、これはですね、とにかく日本人、世界もそうかもしれませんけど、
人間がバカになったからです。結婚しなくなったというのは人間がバカで、小悪で悪者になったからです。それしかありません。金とかそんな問題じゃありません。人間の心が悪くなったから結婚したいのにできなくなった人が多くなって、子供たちも天国からまた戻ってきたくなくなったってことです。それだけです。そう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 、そういうことですね。